皆さんこんにちは。本日ご紹介させていただくのは秋色の子たちになります。まずこちらの子たちはルイチガイショウジョウインコという鳥さんです。ローリーなので他の鳥と違って少し甘めな匂いがし、とっても好奇心旺盛な可愛い子たちです。このサイズ感がすごく良くて、赤もすごく綺麗で、こういう風に人の体をロッククライミングのように登るのがすごく好きです。はい、お次はベニコンゴインコの男の子です。だいたい今1歳半ぐらいの子で、ステップアップもすごく上手です。みーちゃん、ステップアップ、ステップアップはどう上手。うん、この子はすごくおしゃべりが上手で、あのスタッフの笑い声とか、ベニちゃんとかおはようとか、すごく上手にいつもおしゃべりしてくれてます。こちらの子は金賞状インコと言います。男の子は、顔からお腹にかけてがすごく綺麗な赤色になるのですが、この子はまだ、生え変わり途中と言いますか、ちょっとまだら模様にはなっていますが、最終的にすごく綺麗なお色になります。とっても可愛いお顔してますね。お次はエプロンの中に入ってます、七色メキシコインコさんです。すごい綺麗な黄色なんですが、ちょっとエプロンに隠れちゃってます。カキカキが好きなとっても可愛い子です。こんな秋色の鳥さんたちがたくさん待っておりますので、ぜひエトピリカ名古屋店に遊びに来てくださいね。待ってます。バイバーイ。